よっしゃ。さあ始めますか。ですね、今日はということでイサピーチャンネルです。どうもよろしくお願いします。実はですね今日第3回一発試験大型自動二輪一発試験を受けてきました。まあ、その前にですね、今動画撮ってなかったんですけども、対向車で白バイがいましてね、いきなりうーって言い出したんですよ。あれビビるね、超焦る。あれなんか悪いことしたのかなと思って、そしたらUターンしだして前にいた車がね、連れられていったんですけれどもね、まあ怖いね、いきなりサイレン鳴り出すとねなんかやったかなと思っちゃうね。何もやってないんだけどさ。ということでですね、今回3回目の一発試験を受けに行ってきたんですけども、まずじゃあ2回目から話そうかな。2回目はですね、前回12月の終わりに受けてきまして、で初回とは違うコースだったんですね。でそのコースだったらいけるかなと思ったんですよ。っていうのもクランクがね、左折からじゃなくて右折から入るコースなんでね、そうするとわりかし、まあ、入り口は楽じゃないですか、左折よりね。でおいけんじゃねえのなんて思ってて、まあ、入り口の部分はクリアしたんですけれども、今度ね、その出口のところのパイロンに接触して、まあ、終わっちゃったんですよ、クランクね。っていう感じで、今日3回目を受けてきました。で朝早かったな、やっぱ5時半過ぎに出て、超寒いし風強いし暗いし、いやー遠いしもうで今回3回受けてきました。はい、結果は不合格でしたっていうのもですね、まあというか、まあ少し前向きに考えていくと、今回はですね、一応ね、最後まで完走することはできたんですよ。まあだから一応ポジティブに考えればまあ良かったんじゃないかなと思うんですね。ただやっぱりね、クランクで接触はしなかったんですけれども、もうね、なんていうのかな、もうブレブレになっちゃったんですよ。もう要は低速で走ってるから、そうするとブレもう右左っていう感じで、だから上半身に力が入っていたんじゃないかって試験官の方は言っておられたんですけども、だから要は減速停止に近い状態というか、要はスピードが遅い状態の時のこのバランスっていうのがあんまり良くなかったみたいですね。なんだエンジンストップしたぞいきなり。ちょっと危ない。なんだよ。よかった、信号中。いきなりストーンってエンジンストールしやがって。で、なんだっけ、どこまで話しました？あ、そうそう、ん？どこまで話しましたっけ？そう、クランクでね、こう、まあ、要は、スピードが遅くなってる中で、こう、上半身に力が入ってて、もう右左みたいなブレブレになっちゃって、でああと思いながら、一応まあクランクはクリアはできたっていうか、まあそこは指摘されたんですね、終わってからのワンポイントアドバイスで。それとあと一本橋が早かったと。で要はスピードがあんまり出てない状態の時のこうバランスがあんまりまあ良くないんではなかろうかと。まあ、2グリップを意識してと。まあ、前も
2グリップ意識してとは言われたんですけどもね。ただ、波状路とスラロームに関しては別に特に何も言われなかったんで、だからクランクと一本橋だよね。一本橋もね、自分で走ってて、あ、これ早いなと思ったんですよ。でも、えいみたいな感じで、もう行っちゃえみたいな感じでね、行っちゃったんだけど、やっぱね、クランクさえうまくいければ、なんとか一本橋もね、行けるんじゃないかなと思うんですけども、で一応今回、一応、完走することはできたんで、少しは、前向きに考えればね、良かったのかなと。次回頑張りたいと思いますね。はい。ということで、大型自動二輪一発試験、2回目、3回目は不合格ということで、また、大型二輪の挑戦続きます。ということで、また次回のイサピーチャンネルもよろしくお願いします。